これはまたやらかしていますわね、ロシアさん。なんだ？ロシアがまたやらかしたって。この前の問題発言ですよ。ロシアのラブロフ外相が、5月1日のイタリアのテレビ番組で、ドイツの独裁者であったアドルフ・ヒトラーには、ユダヤ人の血が入っていた。っていうやつか。そうそれ。18年も外務大臣を務めているのに、今回の発言でまさかイスラエルをブチギレさせちゃうとは、これはかなり大きな失態なんじゃないかしら？今の情勢で、何かしら焦りを感じていたのかもな。ともかくこの発言に対して、ユダヤ人国家であるイスラエルはめちゃくちゃに怒ったんだよな。イスラエルのヤイール・ラピード外相ね。ラブロフ外相の発言は許しがたい。言語道断な主張で、重大な歴史誤認だと反論して、謝罪を求めたわよ。それもそうなるはずだぜ。今回の件で、ウクライナ情勢において中立的な立場だったイスラエルとロシアの関係に亀裂が入ってしまったな。5月11日の時点で、中立国家のイスラエルは本国からの武器供与はしていないが、世界各国に存在するイスラエル製の兵器をウクライナに提供することは認めているんだ。そうなのね。これでもしウクライナ本国から武器供与が開始されると、また形勢は一転するに違いないわね。ちなみに、ウクライナのゼレンスキー大統領は3月20日に、質の高いイスラエル製武器の供与を要請していたところだった。イスラエルってのは世界的に見ても特に兵器が発達している国の一つであり、イスラエルの兵器が供与されるというのは、ウクライナにとってはかなり朗報とも言ってしかるべきことだろう。戦車で言えばメルカバとかありますからね、イスラエルさんには。ということで今回は、世界でも有数のイスラエル製の兵器について、また、各国から提供されることになったイスラエル製の兵器について、紹介していこうと思うぜ。今後もこのチャンネルでは軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱うので、気になる方はチャンネル登録お願いします。それでは皆様、ゆっくりしていってね。ということでイスラエル製の兵器について解説していくわけだが、まずは、ゼレンスキー大統領がどんな兵器を求めたのかについて見ていこう。なんか、かなり具体的に兵器の名前言ってましたもんね。ゼレンスキー大統領が求めた兵器では、例えばブッシュマスターと呼ばれるオーストラリア製の装甲車がある。この装甲車は、地雷や爆発物への耐性が高く、ゼレンスキー大統領はその能力を絶賛している。ロシアはじゃんじゃん大砲とか撃ち込むから、爆発物に耐性があるのは、ウクライナ側からすればかなり魅力的ですよ。実際にゼレンスキー大統領がブッシュマスターの供与を求めたところ、4月1日に急遽供与が決定し、20両のブッシュマスターがウクライナに提供されることになったんだぜ。これにはゼレンスキー大統領もウハウハですねー。今のはオーストラリア製の装甲車だが、実はゼレンスキー大統領が明確にその名前を言及し、具体的に指名して大絶賛した兵器はもう一つあるんだ。イスラエル製の防空システムであるアイアンドームだぜ。え？なんやこれ、綺麗な花火かな？これは市街に襲いかかる敵のミサイルを迎撃するアイアンドームの様子だな。実際にはこういう機械だぜ。ほうほう、これは対空ミサイル的な感じかな？アイアンドームって名前ですから、防空兵器なことはイメージがつきますね。アイアンドームは指揮ユニット、ELM2084 探知、追跡レーダー、タミルミサイルの20連装ランチャーから構成されている。敵からのロケット弾や砲弾などの迎撃を主な用途とする防空システムだ。これ、ランチャーやらレーダーとやらで、ものすごくお高いものにならない？そんなことはないぞ。逆にアイアンドームは他の防空システムに比べて、調達と運用のコストが安価である点もその特徴の一つとなっているんだぜ。え？これが他の防空システムよりも低コストなの？なんでや、アイアンドームは、敵の安価なロケット弾や砲弾などの迎撃に、自分の高価な地対空ミサイルを使用するのはもったいないということから、ダービー空対空ミサイルなど、既存の兵器の技術をできる限り流用して開発されたからなんだ。ただし、既存の技術を流用したにもかかわらず、迎撃成功率は非常に高い。アイアンドームは2011年の3月からイスラエル国防軍に配置されていて、同年末の迎撃成功率は約 70% だったが、2012年6月13日付のイスラエルディフェンスでは、迎撃成功率がなんと 90% 以上に達したと報じられているんだぜ。90% ってめちゃめちゃすごいやん。この数値はあくまでもターゲットとしてロックオンされた対象の迎撃であって、それ以外の砲弾などは分母に加算されていないぜ。なるほど。ちなみにさっきのブッシュマスターは供与に成功したけど、アイアンドームは供与されてるの？少なくとも動画作成時点では、供与要請は承諾されていないんだ。あらー、やっぱ主要な国防兵器はダメですか。
イスラエルはアメリカや西欧諸国とは違って、ウクライナへの防衛装備品や兵器の供与には慎重な姿勢を示している。ロシア軍のロケット弾や砲弾による攻撃を受けているウクライナにとっては、喉から手が出るほど欲しいものに違いないが、本国が OK を出さない限り、アイアンドームの調達はおそらく不可能だな。また、仮にアイアンドームの供与が実現したとしても、おそらく運用開始にはかなり時間がかかると考えられるんだ。そうなの？アイアンドームがめっちゃ複雑なものだからとか？いや、ウクライナ防空軍の防空システムが、今でも旧ソ連型の防空システムが主流を占めているからだぜ。まあ確かに、ドイツのゲパルト対空戦車とかパンツァーハウビッツェ2000が供与決定したってなった時も、なんか訓練に1ヶ月単位で時間がかかるとか言ってたし、もう戦いは長期化することが本筋なんかねえ。訓練に時間をかけることを前提としてるってことは、そうかもしれないな。ただし、アイアンドームではなくとも、供与が決定したイスラエル兵器は存在するんだぜ。次は供与が決定したイスラエル製の兵器について見ていくとしよう。イスラエル製の兵器というのはアイアンドームに限らず、世界的にも非常に優秀であることが知られているんだ。その理由は、イスラエルの歴史を遡ることでもよくわかる。歴史的に戦いが多い国ですもんね。そうだな。イスラエルという国は、歴史的にも非常に争いが多くて、1948年に建国した以降も、たびたび周辺のアラブ諸国と戦闘を重ねてきたんだ。いわゆるパレスチナ問題とかの話ですね。霊夢の言う通りだな。パレスチナ問題は説明するとかなり長くなるから、今回は割愛させていただくぜ。気になる人はネットで調べてみてくれ。戦争の多さがゆえに、イスラエルは国防の必要性が高く、国民開兵制度もあるがために、優秀な兵器は常に国全体で求められているんだ。ふむふむ、戦争が多いと必然的に兵器も必要になってくるもんね。イスラエルは常に優秀な兵器の開発に尽力を重ねてきた。イスラエルの代表企業として知られる兵器コンチェルンの IMI 社などでは、ネゲブ、ガリル、ウージーのような短期間銃や、今となっては世界最優秀格のメルカバ、アメリカのデザートイーグルなんかも手掛けていたりするんだぜ。デザートイーグルは知っているわ。発売当時は最強の威力を持つ拳銃用弾薬って言われていて、現在でも一般的に販売されている自動拳銃用弾薬では最大級の威力を持っているやつでしょ？まさにそれだぜ。イスラエルの兵器を手に入れることができれば、ウクライナの戦力は間違いなく向上する。イスラエル本国から直接兵器を供与することはまだないが、実はラブロフ外相がイスラエルを激怒させるあの発言をした数時間後に、エストニアのリーメッツ外相は、イスラエル製の兵器の再輸出は禁止されていないと発言。再輸出ってのはエストニアにあるイスラエル製の兵器を他国に送ることだが、イスラエルは本国からウクライナへの兵器提供は行っていないものの、他国からの提供に関しては容認する姿勢を取った。こうしてエストニアからイスラエル製の対戦車ミサイルがウクライナに提供されることになったんだな。なるほど。これは完全にブチギレの末の対応って感じしますね。ウクライナへの提供が決まった兵器の一つに、対戦車ミサイルスパイク500機がある。このミサイルは兵士が肩に担ぐことができるような大きさで、ジャベリンや NLAW と同様に撃ちっぱなし能力を持つミサイルなんだぜ。ほうほう、撃ちっぱなしは発射したら勝手に敵に進んでくれるって性能ですね。これはジャベリンや NLAW に負けず劣らずの活躍が期待できそうやで。このミサイルは対戦車だけでなく、戦闘ヘリにも効果があるんだ。2021年にギリシャで行われた展示会 DEFEA2021 では、イスラエルのラファエル社の最新世代のスパイクミサイルである超長射程型 ER2 と、長射程型 LR2 が公開されている。この大きさで戦車に効果があるのか、やはり技術は進歩していますわね。ER2 型は第5世代の多目的長射程ミサイルで、電子光学誘導を用いたシステムなど、複雑な現代戦に対応できる設備が搭載されているぜ。一方で LR2 型は、ラジオ波を用いたデータリンクを利用することができ、新型の追跡装置は AI を用いた、ターゲットの自動認識、航路の最適化などが可能になっているんだぜ。最先端技術の塊ですね。これはイスラエルらしさが出てますね。このスパイクミサイルの他にも、エストニアは最新式のイスラエル製 5GSSM ミサイルシステムの、ブルースピアを保有しているが、これをウクライナに譲渡することもイスラエルが承認したという。なるほど、本当に他国からの再輸出は一切制限しなくなったのね。ブルースピアミサイルシステムは、海上の移動、静止目標に対して視線を越えて攻撃のできるかなり高精度な兵器なんだ。すごっ、視線を越えたとかも早の敵やんけ。アイアンドームに加えて、これも大活躍する可能性がありそうね。そうだな。ブルースピアの実際の射程は、およそ290キロから300キロらしい。このような複合施設があれば、おそらく国海のロシア艦隊を沈めるのには十分だろう。ウクライナがどんどん兵器消耗しても、
どんどん補充来るのやばいわね。ラブロフ外相の一時的な失敗でこんな事態になるとはねー。今まで中立的な立場を取ってきたイスラエルは、まだその立場を崩していない気もしつつ、ウクライナへの協力を半ば黙認しつつあるとも捉えられる。昔から大変な思いをしてきた民族である上に、戦争の回数も重ねているような国だからな。失言だとしても、国民一人一人の怒りが全部収まることはないだろう。誰かの一言であっけらかんと変わる世界情勢、これは大変ですわ。何が起こるか本当にわからないわねー。何にせよ、ウクライナ情勢については早く終わってほしいものだぜ。それじゃあ今回の解説はここまで。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。